優勝するのはこの俺だ。Like。はい、どうも、Like と申しまーす。でね、今回ついにやってきました。洗濯契約書第2回目ですね。ただね、この洗濯契約書、めちゃくちゃね、欲しい方もいるかもしれませんが、やはりね、シリーズの切り替えがあと1ヶ月以内に迫ってくることから、結構選ぶ選手重要になってきます。というわけでね、今回はね、完全リアタイ目線で、この選手がいるかどうかで全然違うよっていうね、現役選手、野手、投手5名ずつピックアップしましたのでね、参考になればと思います。それじゃ早速、やっていこう。というわけでね、野手の第5位なんですけどもね、ソト選手ですね。ソト選手、正直ミートはあんまり大きくないんですが、まあね、守備もそこそこできますし、なんたって、まあ右打者現役で唯一の広角アーティストですね。もう今の環境、広角アーチスがとりあえず強いんですよ。というわけで、ミートがちょっと小さくても、ソト選手、かなり使いやすいので、持ってない方はね、持っててもいいかなと、個人的には思います。第4位、坂本選手ですね。まあ、守備もね、結構できるのにもかかわらずね、現役のショートでもかなり打力が高い。もうね、坂本選手を使ったら、他のショート使えないくらい、もう飛び抜けて打力が高いんですよ。ただ坂本選手のシリーズ1を持っている方は正直守備適性が下がってしまうので無理に取る必要はないかなといった感じですね。まあその影響もあって一応4位にはしていますが、坂本選手をまだ持ってないよって方はもう必須って言えるんで、ぜひね候補に入れてみてください。第3位はね、吉田正尚選手ですね。まあね、パワーが上がってミートパワー AA にもなったんですが、吉田正尚選手はね、特殊能力がシリーズ2からかなり強化されました。ねえ、シリーズ1を持ってる方でも、これ吉田正尚選手、特殊能力大幅に変わってるんで、取る価値全然あると思います。超アーティスト、チャンスカイ、アベレージヒッターね、これ。全部発動すると、もうミートパワー99になるんじゃねっていうレベルで能力上がるんで、吉田正尚選手をね、持ってる方でも、シリーズ2を持ってなければ、ぜひ取る価値あると思います。まあ来年も強くなるかな。第2位、村上選手ですね。アーティストに弾道が変わったので、もう現役の広角アーティストに仲間入りしました。一応メイン適性はサードなんですけど、限界突破さんでファーストできるんで、まあ個人的にはね、ファーストの起用がおすすめですね。捕球もね、そこそこ高いんで、そんなにエラーはしないかなっていった感じですね。特殊能力もね、超アーティスト広角界チャンスね、まあめちゃめちゃ強いですね。村上選手のね、シリーズ2持ってない方は、まあ、マジでね、全然使い道あると思うんで、もう持ってて絶対損はないです。はい、というわけでね、野手の第1位はね、柳田選手ですね。柳田選手、なんでこんなにおすすめするかっていうと、今年のね、守備にありますね。守備 B。これね、もう、OB 含めても、守備 B の広角アーチ、ほぼほぼいないんですよ。それをね、現役で獲得できるっていう魅力ですね。まあ特殊能力もめちゃめちゃ強いですし、あとね、来年からライト適正になる説があって、まあ多分ですけど守備 B が剥奪されるかもしれないんで、今のうちに取っときたい選手になりますね。はい、というわけで、ね、投手の第5位はちょっとびっくりするかもしれませんが、ビエイラさんですね。ビエイラさんも簡単に説明すると、とりあえず球がバージで速いんですよ。球めっちゃ速いですし、まあ一応ね、ツーシーム持ってるんで、まあ、ツーシームかストレートか投げまくってればとりあえず抑えれちゃうんですよね。それに加えてスプリットも持っててタイミングずらされるんですよね。それで終わりかと思いきや、タイピンチもついていると。ビエイラさん特にタイピンチ出るとね、ツーシームめっちゃ曲がるんで、かなり凶悪ですね。ビエイラさんね、かなり特にランク戦ではめっちゃ強いんで、持ってない方かなりおすすめのピッチャーです。第4位はね、山本由伸選手ですね。はい、もう日本のエースということでね、球威、スタミナ、制球、どれも高い。このね、ステータスが高いのに加えまして、ちゃんとね、球種もめっちゃ強いですね。強いし、しかも球威も各高いんですが、ツーシームがね、なんか弱体化されましたね。特殊能力はめっちゃ強いんですけど、ツーシームが弱体化されて、正直ね、シリワンとか去年のシリニみたいに、ツーシームが大きい方が強いんで、最強の山本由伸選手じゃないんですよ。そのために山本由伸選手をね、持ってない方にはめちゃくちゃおすすめしたいんですが、洗濯契約書はね、かなり貴重ですので、そういった部分でもね、4番目って感じですかね。第3位はね、千賀選手ですね。はい、もうリアタイでね、強い先発って言ったら誰ですかって言ったらね、大体の人が千賀さんってとりあえず思うでしょうね。
千賀さんのね特徴といたしましてはやっぱりね大きいフォーク、そのね球種も多いですし、そこにツーシームというね、まあ主にこの2つがね軸になってきますね。また現役だとねタイピンチもあるんで、タイピンチ出るとフォーク8ってちょっとよくわかんない変化量になるんで、まあそういった部分でもかなり強いんですが、やはりね千賀選手もここ2年くらいずっと使われているので、ちょっとみんな慣れてきたかなって個人的には思うので、まあ3位くらいかなって思いました。第2位マー君、まあね球威、制球、スタミナめちゃめちゃ高いですね、どれも。まあそれに加えましてスプリットの変化量は一応落ちたんですが、その分ね高速スライダーが大きくなったり、球種もね結構増えましたね。サークルチェンジ、スライダーだとか。それでね、あとね3番目の特殊能力が援護からピンチに変わったんで、これかなり使いやすくなりましたね。これねシリーズ1のマー君持ってても選択契約者でマー君狙うのありだと思いますね。まあ個人的にマー君ねシリーズ2欲しいんで、選択契約者のね候補の一つかなって感じですね。まあスプリットが小さくなったっていうことでちょっとね弱体化じゃねって思う方もいるかもしれませんが、斜めスライダーかなり強いので大丈夫です。第1位はね宮西選手ですね。まあ宮西選手はねもうリアタイが実装されてからずっと強いんで、まあこれから先もね宮西選手が弱い時代もう来ないと思います。というわけでですね、まあ宮西選手取ってて絶対に損がないんですよ。それに加えて宮西選手実はねちょっとシリーズ2から強化されまして、まあ球種の部分で言うと、まずまあカタポっていうね新球種が追加されたんですけども、それに加えてスクリューが高さで変化するようになったので、スクリューを生かした投球もできるようになりましたね。宮西選手来年からねちょっと今年の成績はあまり良くなかったらしいので、もしかしたらね弱体化食らうかもしれないんで、今のうちに届くのこれかなりおすすめですね。いや宮西選手は本当に、まあ、特にランク戦でも強いですけど、超高スクルールでも強いので絶対に持っときたい、そんな一枚ですね。そういえばね、まあ、今回マンスリー来たらしいのでね、マンスリー引いていきたいと思います。まあ、ちなみにね、選択契約書はね、まだあの、スピちゃんのね、関東大会の報酬が来てなくて、まあ、今回のスピちゃんの、報酬、一回戦負けしてしまったんで、ランダム契約書なんですよ。そこでもしもね、マー君をゲットした場合に、選択契約書のマー君ちょっと取るのはさすがにもったいないんで、まあそういった部分でもね、選択契約書の福袋はね、一回置いとこうかなって個人的には思いますね。まあこれ S ランク確定なんで、まあここでマー君出ても全然いいっすよ。誰が出るんでしょうか ?8、9、10、誰だ?アリエル・マルティネス。超広角キャッチャーか。あとまあね、累計の方も引いていきましょうか、6段の。まあ今回正直ね、欲しい選手ほぼほぼゼロに近いので、まあね、わざわざ黒ひげしてかそんなことせずにね、もう普通に契約書引いてね、誰が出るか、そんな感じでやっていきたいと思います。誰が出るんでしょうか?ベリッと。誰だ?まゆみさんでした。